皆さん、こんにちは、こんばんは。歴史冒険家、みずきちです。皆さんはお家での時間どのようにお過ごしでしょうか。みなきちの家ではマンモスがいつの間にか増え、にぎやかな日々を過ごしています。このマンモスはインスタグラムによく登場します。みなきチャンネル、今日は皆さんにご紹介したい YouTuber さんがいます。その方はこちらの人、えのきじょうじさんです。えのきさんは各地の神社仏閣を巡り、その素晴らしさ、そして御朱印を紹介している方です。とっても説明が分かりやすくて、私もいつも見てます。いや、2日に1回見てます。そんなえのきさんは最近私のことを動画の中で紹介してくれました。ありがとうございます。それではえのきさんの動画を見ながら、よ、今流行りのおうち時間を過ごしていきましょう。スタート。全国の御朱印人の皆さん、こんにちは、えのきじょうじです。あ、オープニング来た。わー、オープニングだ。あ、待って、待って、えのきじょうじが日本神話、皆さんが大好きな神社仏閣、そして御朱印のご紹介などをしています。最後までお楽しみください。イエーイ。あ、結構始まった。YouTuber の、 あのみなきチャンネル、ね、みなきちゃんとかがいらっしゃるんですけども、みなきちゃんが SNS でアマビエの絵を描いてたんですね。こちらね、みなきちゃんからね、お借りした、提供していただいた絵なんです。アマビエのね、かわいくないですか、このアマビエ。ちょっと待ってるじゃないというんですかね、笑ってるじゃないの。このみなきちゃんのチャンネル見てる人はわかると思うんですけど、これはみなきちゃんっぽいなっていうね、感じですよね。嬉しい。このね、絵を見て、あのちょっとえのきもチャレンジしてみようかなと思って今回描いてみたんですね。イエーイ。えのきちゃんのアマビエ、うますぎ。えのきさん、ありがとうございます。とっても嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとう。ぜひ皆さん、えのきさんのチャンネル登録、グッドボタン、しに行きましょう。とっても嬉しそうなみなきでした。次回、みなきチャンネル。